やっぱり氷河先生いっぱいいますから何を教えてるからちょっとかっこよく見えるっていうのもあるそうなんですよ。この汎用試験とかだと数学ってもう満点ばっかり、理科科目だとなんか絶対解けない問題とかやっぱ何人もあるんですよ。Hello there! 始まりました、森哲チャンネルです。生物と科学を教えてる。僕は科学メインで。あ、労働環境としてはどうですか？芸人さんじゃないですけど、はい、自分のその教える授業のネタがあって、それを話して、相手の様子を見ながらですけど、っていうのを繰り返していくだけなんで、困ったことは出てこないですよね。おー、なるほど。だから、毎回毎回いろんな問題に、そのぶち当たるっていうような仕事とは違うかもしれないですね。なるほど。しかもね、だってお客さんにね、叱ってお金もらえる仕事ですからね。まあ確かにすごくないですか。でも例えば個別だって少人数のグループとかだったりすると、やっぱりそのモチベーションを上げたりとか、あ、なるほど、分からないっていうところをこう汲み取って分かるようにちょっと言い方変えたりとかっていう、そういうなんかその場に合わすっていうコミュニケーション能力は必要なんですよね。どうなんですか、理科科目だとなんか絶対解けない問題とかってやっぱないんですか、あるんですか。いや、この知るかっていうのはやっぱありますよ。特に生物とかだと毎年毎年変わっていくんで、はい、もういろんな方がいろんな研究されて、はいはいはい、資料集とかもどん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 新しく変わっていって、もう研究すんなよとかって思ったりなるほど、そんなこともあるわけですね。生徒の質問に困るとかあります。あります、あるんです、ね、新しい内容がどんどん出てくるんで、うん、出題される意図とかはやっぱりそこに意図があったりするんで。なるほど、まあ、日々研究ですよね。だから予備校の採用試験とかだと数学ってもう満点ばっかりになっちゃうんですよ。ああ、まあそりゃそうだろうね。で英語は無理なんですよ。もう無限にあるんで、やっぱり、うん、もう満点とかっていうのはやっぱありえないって言ってましたけど、うん、理科科目でもあるわけですね、うん、間違うとかいろいろ。え、科学もどうなんですか。科学はあんま変わってないですよ、内容が、うん、昔から。で例えばもう絶対無理な知識問題はあるっちゃあると思いますけど、あと解けないとするならば理論分野で変な近似とか、その問題独特の近似の問題とかがあるとうっとなることありますが、基本的に大体取れると思います。なるほど。誰ですか、近似って近似は数字をこうアバウトに見繕うみたいなのが結構あったりするんです、はい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 、そこで禁止するんだっていうね。そうそうそう、いやいや、それお前が勝手に禁止しただけでみたいなのありますからね。なるほど。あ、条件を走るところがあるんですよね。そこは考えないとか、うん、その条件は無視しても良い、うん、なんかなんでそれ無視していいってしたのみたいな、うん、回答を読んで初めて知るみたいなのありますもんね、うん、あります、うん、なるほど、そういうものもあるんですね。今日科学すごい授業上手でございます。カリスマです。カリスマ個別にちょっと、はいはいはい、やっぱ僕の授業とそれ聞くと全然もう違うっていう。いや、本当に笑いたいぐらいですね。すごいいいこと言ってるから使えないような話だから実名出ちゃってるから全然いいじゃん。一番上のクラスを教えてる先生が必ずしも上手いわけじゃないんですよ。そう、なぜか。そう、その通りです。で、そう思いますね。そうです。うん、ね。また引き出そうとしないで誰が下手なの。いやいや、やめて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 。理科だと特に分かりやすいかどうかっていうのが大事かもしれないですね、うんうん、一つのことを結局知ってる、みんな知ってるんで、先生やる人だったら、うん、それをどう分かりやすく教えるかが多分一番大事です、うん、あとどう使うかを問題の場面でどう使うかっていう。そうそうそう、一番辛いのは何ですか。予備校ですか。はい、覚えてこいって言ったことを覚えてくれないとやっぱ辛いです。間違いない。それはだって使わないと解けないのにっていうのは、はいはい、最低限ここまで抑えてこいなるほどなるほどなるほど。覚えてこようとする努力をすごいしてくれるんだけど、なかなか点数が取れない子がいたりするともどかしい。やっぱり手を出す人いっぱいいますか。何を言い方変えるぐらいモテるんですか、どうなんですか。予備校講師がですか、はい、その後結婚したりする人いますからね、先生と生徒と。多いですね、毎年いますよね、他人事けどクソ変態みたいなのいますよね。だってね、うちの生徒でどっかの医学部専門予備校でずっとセクハラされてて嫌になってこっち移ってきたんですよ。それは聞いたことある僕も。ねえ、ありますよ。全然ね、どこどこ予備校の誰々先生は結構女好きで有名で、うん、言いますよね、うん、聞いたことある。
で生徒って結局浪人医学部するんで結構転々とするんですよ、はいはいはい、だからそういう噂がこう横つてに広がるっていう。そうですね、やっぱ結婚する人はいると。います、います持ってるわけですね。でもやっぱりそんな理由でならないでくださいね。教えてるからちょっとかっこよく見えるっていうのもある。そうなんですよ、だから本当におじさんおじさんおじおじみたいなやつがもう教壇に立つとスターになるんですよ。いや、なるよね、やっぱね、かっこいいっすね、うん、もう全然、こんな見た目っていう人がやっぱり生徒と結婚してますもん、やっぱ毎年のように、うん、まあ相手が若くて無知ってのはね、やっぱりね圧倒的なさ、こうなんていうんだろう、予備校行ってんのに無知って言ってるいやなん、あの恋愛的に無知じゃないですか、そんなさ、そういうこれを考えなきゃいい。ただキャラ的にめちゃめちゃ高圧的に喋るんで。え、キャラ的に？そう、全然圧力感じないです。いやいや、細井先生にやってもしょうがないなんで、細井先生やっても高圧的にだから、予備校のやつで怖いって思ってる人が多いです。あ、いろんなチャンネルのコメント欄にはヤバいやつだみたいなのが一部起きてたけど、もう超サイコパスだとかで書かれてる。予備高校時 の結婚率どれくらいなんですか？どうだろう、僕はあの結婚してるんですけど42歳してないじゃないですね。バラバラだと思いますね、かなりしてる人の方がでも多いのかな。一応、まあ、安定しない職業ですからね。どうなんですか、安定だけどさ、相場は安定してますよね。なんていうの、総崩れしないっていうか。でも非常勤講師とか契約もその業務委託が多いんで、そうですね、保証はあんまりないっていう感じですね。そうそうそう、それでは人気なくなっちゃったのクビですから、うん、まあね、で子供はどんどん減っていってるんで、はい、だからどんどん上の予備校にいた人たちがもう下にどんどん流れてるっていう状況です、うん、みたいな感じでわざわざ変えるって言ってました。いや、いろんな伝説言ってましたよやってないです。そんな時代じゃない、自助伝のように聞こえるんですけどね。すごい時代だからのクラスで、その生徒たち全員講師なんかいますから、すげえ。で、でも今のこの時代でもそれをやってるやつがいますからね。おー、まあ、さあ、使えないまたえ、それ暴露してあげればいいやめてそんな、そんなんで目をつみたくない。いや、でも絶対どっかで暴露されて多分死んじゃうと思う。ちょっと遊びすぎじゃあ進めたいと思いますか、予備校講師ですか。予備校講師です、はい、やった方がいいと思うか、うん、いや、まあ、僕なんかね進めないってよく言いますけど、進めはしません、うん、あ、うん、進めないけどそれでもやりたい人は情熱があるんです、すごくいいと思います。僕も今別にあの医学部に行けって誰にも勧められてないけど頑張ってやってるし。勧めない理由は何ですか。こうどんどんもっと面白い仕事が新しく出てくるんじゃないですか。なるほど、なるほど。予備高校生は面白い仕事ではないと。いや、もっともっと面白い仕事が出てくると思います。どうですか、勧めますか。僕は好きだったらやればいいじゃん、好きだったらやればいいじゃん。ああ、なるほどなるほど。別に自由にいろいろやれると思うし、勧めてないのに楽しくてやるんだったらもうそれは、うん、いいと思います。いい仕事だと思いますけどね。けどやっぱりその受験生は毎年フレッシュだけど、やっぱり講師側は若干ルーティン化してくる部分は結構あるっていうのがあって、やっぱりそれをまあなんていうんですか、自分のモチベーションを高く維持する何かがあれば、まあ全然続けていけると思いますし、まあ逆に就職ってやっぱ自分のね人生をいろいろロックする部分もある分保証が効くじゃないですか。今日予備校講師ってもう自由、要するに、まあ、毎年別に働く場所変えられるし、あ、そうですね、うん、自由だけど保証がないっていうところだから、うん、自由で保証がある仕事って多分ほとんどないんで。そうですね、うん、確かに。だから結構そこは両立できないところですよね、やっぱり仕事って。どんな仕事においても。なるほど。動画を撮ったりとか、はい、そういう新しい形を模索していく講師はすごくいいと思います。なるほど、匠さんみたいな感じですかね、はい、うん。じゃあ今回はですね、現役予備校おじさん、予備校おじさん予備校おじさんみんなおじさんだよ現役予備校講師さあ、ね、この絵面で果たして再生数はどれだけ取れるのか俺の顔でなんとか3000ぐらいはいこう、ね、人気細井先生プラス新たなおじさんたちで果たして新たなおじさん一体どれだけ取れるのか分からないですけども、ね、今回はですね、ビリおじ withそういう先生でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.